ことが中に名の目なるまじき人の後ろ身の方は物の哀れ知りすぐし儚きついでの情けあり、おかしきに進める方なくてもよかるべしと見えたるに、また豆豆しき筋を立てて耳挟みがちに美相なき家当時の一重に打ち解けたる後ろ身ばかりをして、朝夕の出入りにつけても公私の人の佇まい、良き悪しきことの目にも耳にも止まるありさまを疎き人にわざと打ち真似番やは近くて見ん人の聞きわき思い知るべからんに、語りも合わせばやと、うちもえまれ涙も差し組み、もしはあやなき公腹立たしく、心一つに思い余ることなんど多かるを、何かは聞かせんと思えば、うち背かれて、人知れぬ思い出笑いもせられ、哀れとも、うち一人ごたるに、何事ぞなど、あわつかに差し仰ぎ至らんはいかがは口におしからぬ。いかがは口をしからぬ。で、ことが中に斜めなるまじき人の後ろ身の方は、女の人の関与することの中で、とりわけ名の目なるってのは、まあ、いい加減に済ませられないものですね。名の目なるまじき人の後ろ身の方、こういう女の人の大事な事柄の中で、特に揺るがせにできない事柄は、女の人の関与しなければならない事柄は、人の後ろ身の方、その人の、それはその人のってな、その家の夫のことですね。女主にとって主の貢献役、身の回りの細々とした世話なんかをすること、それがこの場合の女のしなきゃなんない夫のための後ろ身ですが、その方面のことは、物の哀れ知りすぐし、儚きついでの情けあり、物の哀れを十分知って、ちょっとしたことにつけても情けが細やかにあって、おかしきに進める方、情緒深いたしなみのある面では、なくてもよかるべしと見えたるに、そんなことは備わっていなくてもいいだろうと見えはいたしますが、また豆豆しき筋を立てて、またそれとは逆に、非常にこう豆豆しきってのは風流な方面の反対ですね。実務的な面で
きっちりと筋を立てて耳挟みがちに、これは女の人のこの髪をこう耳の上なんかにこのキリッとこう挟みがちの、つまりこの耳の上をキュッとこう押し入れるわけですね。でテキパキとものをする時の一つの、まあ、動作です。耳に挟みがちに、髪を耳に挟みがちの状態にして、理想なき家当時の美しい様子も全くない家のおかみさんが、まあ、家当時って家のおかみさんがとまあ言っておきましょう。すると漢字がいくらかあるんですね、家の主婦なんかが一重に打ち解けたる後ろ身ばかりをして、ただひたすらもう打ち解けたる後ろ身、家庭的な実用一方の世話役ばっかりをして、朝夕の出入りにつけても男の朝晩の出たり入ったりにつけても、公の私の人の佇まい、公的なことに関して、あるいは私的なことに関しての行動に関しても、良き悪しきこと、いいこと悪しきこと、目にも耳にも止まるありさまを見たり聞いたりする、そのことの次第を疎き人にわざと打ちまねばんやわ、うとうとしい人に親しくもなくって、うとうとしい人にどうしてわざわざそのままこまごまとまねて語ったりしましょうか。つまりここでこまごまとえらくこう身につまされたような形で言ってるわけですが、妻の家庭での仕事ですね、それは夫の世話が第一なんだ、いい妻の、まあ、条件としてはその風雅を返したり、趣味方面でちゃんとしたたしなみが深いというふうなことは、まあなくったっていいだろうと思われます。ところがそれに対して今度は家事一点張りで、でそれからその家事一点張りの女の様子をいろいろとこうこまごまと言い立てているわけですけど、でそういうそのまあ家庭のやりくりの上手な点ばっかりが目立つ女性、そういう女性のを妻にしている
男がその家の中でそういう妻に対してこう外の様子公に仕えていて、触れる様子、あるいは私事で、外で体験したこと、接した人の様子、そんなものをこう細々と話をする、よき、それが、朝夕の出入りにつけても公、私の人の佇まい、よき悪しきこと、目にも耳にも止まるありさまを疎き人にわざと打ちまねばんやわ。でそういう朝夕の出入りにつけても、あるいは公の交際、あるいは私事の付き合いなんかに つけて触れた人の佇まい、いいこと悪いこと、目や耳にとどまったそういう人の状態、つまり世間で自分が触れてきた人の交際上の様子ですね、そんなことを心疎い人に、自分と縁のないようなそういう人にわざわざ打ちまねばんやわ、まね事までして語ったりなんかしましょうか。この矢は半語で、そんなことはするわけはありません。つまりそういうことを家へ帰ってきて、妻である人に、語って聞かせたり、手真似までして、話すのは、それは男が本当に心を許しているからだというわけですね。近くて見ん人の聞きわき思い知るべからに、語りも合わせばやと、うちもえまれ、涙も差しぐみ、もしはあやなき公腹立たしく、心一つに思い余ることなんど多かるを、何にかは聞かせんと思えば、うち背かれてひとしげぬ思いで笑いもせられ、哀れともうち一人ごたるるに、何事ぞなどあわつかに差し仰ぎいたらんは、いかがは口を叱らぬ。で、そんなふうに、人まねまでして語るのは、近くて見ん人の聞きわき思い知るべからに、自分の身近にいる人がそれを聞きわけ、そして共感してくれるだろうと語り合わせばや、話し合ってみたいと、そしてうちもえまれ、涙も差しぐみ、自然に微笑みも浮かんできたり、あるいは涙がにじんできたりして、もしはあやなき公腹立たしく、またまあ、ある時はひょっとするとある時はあやなき公腹、公腹っていうのは これは非常にやはり男のにとってこういう公的な立場にある男にとっては大事な心のありようなんです。私腹というふうな、つまり私憤ではなくって興奮ですね。公の立場に立っての怒り、憤り。個人的な怒りとかいうふうなものではなくって、
公の立場に立っての憤り、まあ、大きな正義感というふうなものです。その ある時には、愛はなきっていうのは非常にやっぱり程度の大きなこと、程度の華々しいこと、大きな、本当は公場だってのは、まあ、興奮と言っておけば我々に分かる、一番分かりいいわけですけれども、公場だ、公に仕えている者が公のことに関して憤りを感じること、国学院に入って最初の時に聞いたその国学とは何かという講義の中で、国学とは公腹を持つことであるというふうな言い方で、折口博士は我々に説きましたけれど、まあ、それは戦争中昭和18年のことですけれども、国学とは公の憤りを持つことだ、そしてその憤りの声が和歌であるというふうに、何のことかその頃分からなかったけども、言葉だけは非常に印象にはっきり残っている、まあ、そういう公に仕えているものが公に対し公のことに関して持つ憤りですね、私事の憤りでは全くない、その反対ので、ひょっとして甚だしい公腹立たしく公についての憤りを心に深く持って心一つに思いやる余ることなんど多かるを、自分の心一つに、思い余ることが沢山あるものですが、何かは聞かせんと思えば、それを本当はこう身近なものに話してみると思いが晴れるわけですけれども、それを妻なんかにどうして聞かせたりなんかするものか、話して聞かせたって何の解もないと、そう思うと打ち背かれてすっかり心がそれてしまって、気持ちがそっぽを向いてしまって、人知れぬ思いで笑いもせられ、自分だけの思い出し笑いなんかがふっと湧いてきて、哀れと、もううち一人ごたるるに思わずああとため息なんかが一人ごとに漏れてくるもので、それに対して何事ぞなどあわつかに差し仰ぎいたらんは、あなた何ですか
などといって気のない様子で上向いていたりなんかするのは、自分を見上げていたりなんかするのは、いかがは口惜しからぬ、どうして残念でないことがありましょうか。まあ、男と女の心の違い、環境の違いってものがあって、こんなふうにこう二人の間に心の食い違いが起こってしまうことが、こまごまとここで男の側から不満として並べられているわけですね。格別に教養があったり、その、趣味が深いというようなことはなくったっていいんだけれども、しかし、男にはこういう、まあ、具体的な気持ちがあるんだ。ところがそれが一向に、言ってみても通じもしない。なんか、すっかり肩透かしを言わされたような気持ちで、思わずため息が出てしまう。それでもまだあわあわとして気のない様子でほっとして見上げていたりなんかすると、なんともたまらないじゃないかというふうなことを言ってるわけですね。馬の神がなんか一人でこんなふうに源氏と唐の中将に向かってこう語り続けているわけです。どうもさっきからも最後に出てきますけれども、源氏はこんなことにあんまり興味もなさそうな顔でうつらうつらしてるらしい。唐の中将は一生懸命聞いてるらしい。